女の子がその教員になるっていうあの選択を選ぶあの、まあ、ぜひ考えてほしいなっていうふうに思うんですけれどもそれはやっぱりその今までこれこれまでですね教員っていう仕事を私自身がしてきている中であのやっぱり女性 は、あの、まあ、比較的、その、生徒の様子、まあ、生徒のその心の機微だとか、あの、日々のその変化の様子だとかっていうのをすごく、あの、キャッチするのが上手な傾向があるかなというふうに思います。で、しかもですね、その、何かこう、問題だとか困ったことが起きたときに、その生徒に対してやっぱりすぐ、あの、フォローをするだとか、あの、まあ、こんなことを、まあ、あの、 予防というか対策としてしておいた方がいいんじゃないかとか、やっぱりそういう先を見て、こう行動を起こせる、あの、提案だけじゃなくて、やっぱりパッと自分で行動できるっていうのは、あの、女性の教員の方が、まあ比較的上手なのかなというふうに感じています。で、やっぱりそういうの、あの、そういう力っていうのは、教育現場ですごく大事なことだと思っているので、あの、ぜひやっぱりそれは、教育現場に、 ぜひ女の子、まあ、女性の教員増えてきてほしいなというふうに思うのでぜひ考えてほしいというふうに思います。